ってみたいと思います。お願いいたします。Thank you.
ょっとね新しくなるんですよ。スタジオジブリというね会社の、 あのアニメーション映画があったんです。隣のトトロというね、その中で歌われた曲で散歩、3枚目お出しください。はい、散歩です。散歩だ、はい、歩こう歩こうというね、歩こう歩こう、それはね歩くの大事な、散歩です。Oh,
次はちょっと新しい曲になるの。昭和46年だけどね。別れの朝。あれやご存知でしょうか。ちょっとご存知の方で歌っていただいて、ちょっと聞いたことあると思われる方と一緒に歌って覚えてみてくださいませ。Thank you.
由紀さおりさんって歌手の方ご存知ですか？次の6曲目の手紙というね、由紀さおりさんが歌われた曲なんです。昭和45年、ね、男女の別れの歌です。もうやり直せない恋の、ね、最後に書く手紙の歌でございますよ。手紙
はい、そうです。
Wow.
赤山明さんという、ね、歌手の方いらっしゃったんですよ。その方が東大森の夫婦のね、の映画があったんですよ。ご存知かな、高峰秀子さん、佐田啓二さんが主演された映画があったんです。その主題歌ですよ。これでいいの？そうです、その曲です。そうです。では歌ってみたいと思います。Thank you.